友の花老揚明荘は、愛知県名古屋市畜作法王町にある庭園。もともとは松坂屋の前身でもある、株式会社、伊藤五福店の初代社長、伊藤次郎財門ユーミンの別荘として、角王山日明寺に隣接する、約1万坪の森を開いて築かれた。1918年に、最初の建物が移築され、修学院離宮を参考にした。 地仙海有識庭園が作られるなどして、最終的に完成した昭和12から14年頃には一区、新築された三十数棟があったという。大正から昭和初期にかけては、皇族や家族、政治家や著名人のほかに、外国人も多数訪れ、国内からの寄宿生に加えて、1935年からは、ヤタ部ヤス吉中隊特命全権講師の予防を受け、 タイ人の留学生の受け入れも行っていた。1945年3月24日に空襲を受けて建造物の多くが消失。また戦中は日本軍に、戦後は米軍に接収され、その後は松坂や独身寮として使用された。敷地の多くが開発されて、庭園も南北に分断されたが、数棟の貴重な建物と庭園が残されている。 2003年から特定非営利活動法人挙げ、秋田総の会が管理を行っており、2006年度末には土地建物が名古屋市に寄贈、2008年5月に市の有形文化財に指定された。白雲、橋町松角町松角とかつてのありを指定、さらに現在の姫池通りに面した位置に立っていた、愛知社の付近を結んだ総延長170メートルの トンネルが見つかっている。内部には、インドイスラム様式のレリーフや壁画が残されているが、何のために作られたかは分かっていない。2007年の春から初夏にかけての一時期には、姫池通り沿いの工事現場に露出したトンネルの様子を見ることができた。ありがとうございます。